ブレンドゥバチコン輪廻来るか。どうもよかうち専門チャンネルです。今回はですね、アークレンドをしていきたいと思います。今回アークレンドをするのがこちらでございます。ポポン。これはですね、輪廻のデラックス妖怪アーク、あとごく生ハゲですね、行ってみたいと思います。ちなみにですね、毎日連動しているのがこちらですね、妖精剣12本ぐらいとアルティメットリアランクの妖怪アークですね。こちらは毎日連動することができるんですよね。ですね、おさらいしておくと、極からの妖怪アークすでに3つ連動してるんですよね。で、もう一つ極生ハゲを連動したらなんかアイテムがゲットできそうなんですよね。ちゅうことで、まず極生ハゲから行ってみましょう。どうなる？多分4つ揃ってなんかすごいアイテムがもらえるか、もしかしたらワンチャンなんか極妖怪が仲間になるかもしれんけどね。はいはいはい。大経験値玉2個に、風魔の悪ゴーリキにガシャコインに、銀のこけし。で、この後ですよ。いきます。マイル !4 つ揃って。何来る何来る何来る、超経験値玉。なんか4種類揃って、この超経験値玉とか、結構ありありですよね。なんか、ブラック妖怪アークやったっけ、黄金の妖怪アークやったっけ、なんか変わったアークもらえたことあるけどね、ヤシャエンマとバトルできるアークだとかね、そういうの欲しかったりもするけど。4つ揃ってどうなんの？え？え？すごっ！何これ？え？え？神王のアーク5区。なんでそれ？なんじゃそれ？ 4 つ揃うと？どうなんの？どうなんの？なんじゃこれ、エンマのアーク、ヤシャ5区、ヤシャエンマとバトルできるっぽいなこれ。いや、なんかワンチャン極妖怪とバトルできるアークとかね、もらえるんやったら嬉しいけどね。友達フラグつけとくわ。極生ハゲの妖怪アーク2種類あって、こっちも連動してみましょうか。同じアークでも連動したらなんか違うものがもらえたりするんですよね。どうでしたろう、大経験値様に。微妙にちゃうけど、さっきと大体同じじゃない。大経験値様、中経験値様、風魔の悪、ゴーリキ。ゴーリキ族やからね、極生ハゲさんで、ガシャコイン、銀のこけし、いうことですわ。はい、そしてこちらですね。リンネさん行ってみたいと思います。リンネのデラックス妖怪、ワンチャンリンネとバトルできたりするんでしょうか。リンネとバトルできるアークとか、もしゲットできれば最高、オブ最高ですけど、行ってみましょう。レンドゥ、バシコン！リンネ来るか？オーマイカー。大経験値玉に、金のこけしとかですね。なんかさ、ちなみになんですけど、もう一個あるんで、後で連動するんですけどね。極オロチのデラックス妖怪アーク、これ。これこれこれ。これ連動したらね、この間すごいものがゲットできたんですよ、装備で。どれやったかな？あ、これ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 、大王者の牙。これ極オロチのデラックス妖怪アーク連動したらゲットできたんですよね。巨大な王者の腹から出てきたという探検、怪しい容器をまとい敵を切り裂くという、これがゲットできたんですよね。これ見て、能力が腕力プラス150、攻撃を受けるほど腕力、揚力がアップということで、すごないですか。150やで、プラス150、すごい。なので、リンネのデラックス妖怪アークもこれ毎日連動してたら、なんかリンネのもしかしたら武器がゲットできるんちゃうかなと思ってるんですよね。ということで、もう一個のやつ連動してみましょう。あ、これあれか。ちょっと待って、連動してなかったな。デラックス妖怪ウォッチ L だと、連動しておくと友達フラグがつきまーす。バヒョン、これで OK。はい。では、行きたいと思います。リンネのデラックス妖怪アーク、レンドゥー！どうすか？どうすか？リンネさん、どうすか？あれ？あれ？デラックス妖怪アークやねんけどな。超経験値玉とか特にないか。苦い幹部、銀の口、銀の口。あれ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 。そんなバナナ。リンネかどうすか、リンネさん、どうすか。あれ
思いのほかいいものがゲットできずいう感じでしたね、今回。ちょっとこれやとあれなんで、もう毎日の連動最後にしておきます。もしかしたら神経験値玉とかゲットできるかもしれんし、行ってみましょう。ゴクオロチさんも連動行っときましょう。今日は何がもらえますか？もう毎日だから20個、30個連動してるんやけど、今日は特にいいものない。あ、5つ星のワークとかもあるけどね。妖精剣連動していきましょう。スザキ。連続連動。超経験値玉ね、いいですよね。5つ星コインとか神経験値玉とかね、たまにゲットできるんやけど、そしてさらにアシュラー。アシュラーさんは金のこけしが一番良さそうですかね。はい、ビャッコー。なんか今日あんまりすごいのは出てきてないな。神経験値玉とかなんかそこまであんまり出てきてないですよね。どうしたどうした。あ、来ました、神経験値玉。こういうのこういうの、経験値が12000アップやからね、すごいやないかい。神経験値玉は1日に1回ゲットできるかできへんかぐらいの感じなんですけど、確率。スザク。あと欲しいのは5つ星コインとスペシャルコインかな。なんかバージョンアップデート 1.2.1 がね、今日配信されてたんですけど、スペシャルコインがゲットできたりとかせへんかな。不動明会。これはちょっと、3つだけってえぐいな。ゲンブ。どうや、あ、来ました、今日神経験値玉2個目。5つ星コインは、やっぱレアやな。なかなかドロップせえへんな。アシュラー。ガンガン連動。以上、妖精剣に関しては、剣舞魔人とバトルできるアークがゲットできたりするんですけどね。今日全然、そういうのはないか。玄魔のアークやったっけ、なんか、魔人のアークやったっけ、そういうのがゲートできたりするんやけど。はい、行きましょう。不動明王。不動明王とバトルできるアークはないか。そして、玄武。ガンガン連動。いやー、リンネとか、極妖怪とバトルしたいよな、ま、なんでかな、妖怪ウォッチ4では極妖怪とバトルできへんのかな。宝玉七将とか出てきてくれたらいいけど、今のところそういう情報はない。あ、これね、さっきもあったかもしれんな。魔人のアーク、スザク。超経験値玉も。アルティメットレアランクの妖怪役も最後連動しとくよ。めちゃくちゃ光るからね。なんかエマ大王とかヌラリヒョンとか今後のアップデートで仲間にできそうみたいな感じではあるんやけど、もっとバンバン出てほしいですね。またアップデートの情報を公開されてたんで、動画作ろうかなとは思っているんですけどね。ほい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 。スサノオ連動で大経験値の金のこけし。はい、つくよみ。つくよみも友達にしたいな。ヤマンバーおるから変身できればいいんやけど、なんか三日神のとか、三日神ないもんね。つくよみの三日神とかあったらいいけど。猫又連動。超経験値玉とか、猫又のコン白。猫又は、ストーリーぐらいでしか仲間にできなさそうだよな。ま、コンはあれだ。またなんだっけ、もののけのコンとかに変えることができるから、それでええんやけどね。はい、そして猫又連動。アルティメットレアランク。願い漢方とか猫又のこの白ですね。これはカッパさんか。カッパさんのアルティメットレアーク、裏面がカッパをサゴジョ。カッパのアーク、カッパのこの白か。そしてこちらが座敷わらし。イケメンですよね。座敷わらしのこの白に超経験値玉。これは猫をバステド。裏面が猫股じゃんか。猫股のコン白。最後行きましょう。つくよみ連動。は
本日ラストの連動は後経験値玉という結果でした。5つ星コインは今回ゲットならずか。はい、ということで以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。